こんばんは、トモスタの谷口ですえ。今日もですね、Visual Studio Code 入門やっていきたいと思うんですけれどもえ、今回はですね、前回やった続きなんですけれども、引き続きこちらの UI ですね、インターフェースのえご紹介をしていきましょう。で、まず今日はですね、ミニマップからご紹介していきます。こちら今ですね、僕がやっているこのトモスタという会社の HTML ソースをまあペタッと貼り付けただけなんですけれども、まあ、それなりにこう長さがありますね。で、そうすると、えっと、こちらのですね、スクロールバー、これを使ってこう、 行き来することができるんですけれども、あの、まあ、ちょっとですね、やっぱり結構大変です。で、Visual Studio Code はですね、こちら右側のところに、こう、すごくですね、小さく縮小されたえ画面があるのがお分かりいただけると思うんですけれども、これミニマップと言いまして、これですね、スクロールパーと同じように、こういうふうにですね、あの、暗くなった部分をスクロールすることができます。あと、え、直接こう、 クリックしていくこともできるんですけれども、まあ、あの HTML のソースとかですね、見ていくと、大体、ま、この辺かな、みたいのが、この小さな小さな、えー、サムネイルでですね、分かってきたりするので、あの、それでこう、移動ですね、スムーズに行うことができるということです。まあ、もしこのミニマップが不要だなということであれば、表示メニューの中にミニマップを表示というメニューがあるので、こちらからですね、外すこともできますけれども、まあ、表示しておいてそんなに邪魔にもならないですし、あっていいかなというふうに思います。 え続いてがですね、アウトラインですね。こちら、えー、ここですね、えー。左下のところにアウトラインというのがありまして、ま,あ、または、えー、こちら表示メニューから、えー、外観のところですね、に、こちら表示メニューのビューを開くですね。 の中にアウトラインありますので、こちらをクリックしてあげると表示されるというものですね。ここを回してこう移動してあげると大きさを変えることもできるんですけれども、こちらはですね、その HTML のモードであれば、HTML のこの各要素ですね、解析してくれて、まあこういう形で親子関係をですね、 え、判別してくれます。で、これツリー上にこのように表示してくれるので、あの、これでですね、あ、ここに移動したいなということであれば、これをクリックしてあげるとちゃんとスクロールしてくれるということですね。で、畳んだり展開したりもできますし、こちらですね、す、え、べ、ー、て折り畳んで表示とかですね、こういったこともできます。で、これはですね、あの、モードによってそれぞれ異なりまして、 例えばこちら CSS のファイルですね、開いたところなんですけれども、ちゃんとこちらの場合はですね、各その定義のところに合わせてアウトラインが展開されていくという形になります。あのすべての言語モードでですね、適切なものが表示されるので、これもですね、開いておくと便利かなと思いますね。 でですね、この左側のパネルなんですけれども、これ今、エクスプローラーというものが表示されていて、開いているエディターと、それからデスクトップというものと、アートラインというものが表示されています。今ですね、これは前回の続きでデスクトップを直接開いているので、まあ、こうなっているんですけれども、ちょっとこれをですね、やめていきましょうか。で、例えばですね、こちらのサイドパネルがですね、表示されていない場合には、ここのですね、表示メニューから、 外観のですね、サイドバーを表示というのをクリックすれば、こう、開くことができるんですけれども、それよりももうちょっと簡単なのが、さらにこの左側にですね、もう一回行きましょうかね。閉じて、はい。で、サイドバーが表示されていない状態の時は、ここですね、さらに左側にこういうアイコンが並んだバーがあります。まあ、一番最初、日本語化した時にここをクリックしたので覚えてるかもしれないんですけれども、これ、まあ、アクティビティバーと言いまして、ここでエクスプローラーというのをクリックすると、アウトラインが出てきたりですとか、こちらが、 出てくるようになりますで、ここには他にですね、こちらの検索機能とか、それから、えー、これもまた、えー、別でご紹介しますけれども、Git が使えるソース管理のパネルですねで。あとはデバッグに使えるパネル、そして拡張機能のパネルというものが追加されます。で、さらにですね、拡張機能によっては、ここにアイコンが追加される場合もあるので、まあ、ここを使っていろいろな機能を使っていくということになりますね。あと、簡単なんですけれども、こちら設定のところに簡単にアクセスすることもできます。えっと ーパワーはですね、こちら一度クリックしてからもう一回クリックすれば閉じることができますし、あとは、えー、こちらショートカット表示されていますけれども、外観のここですね、コントロール B もしくはコマンド B で、このように表示と非表示を繰り返すことができます。 次がですね、コマンドパレットというものですね。これ、一番最初に紹介したサブライムテキストというですね、エディターソフトが導入した画期的な機能なんですけれども、まあ、通常エディターソフトですとか、こういったですね、ソフトウェアを使うときは、どうしてもマウスを一緒にこう使わないとなかなか全部の機能が使えないというのが、これまででした。で、やっぱりプログラマーって、キーボードを触っていることが多いので、キーボードで全部できると便利だよねということなんですよね。で、そこで使えるのがこちらのコマンドパレットという機能です。 コントロールとシフト、コマンドシフトですね、押しながら P を押します。するとこういうふうにですね、コマンドプロンプトみたいなものが起動するようになりまして、で、ここにですね、ファイルとかって入力するとファイル関係のものが出てきたりですとか、オープンって入力するとオープン関係のものが出てきたりですとか、で、Git って打ち込むと Git 関係のものが出てきたりですとかですね、ここでですね、えー、とかなりいろいろな ででですすね、えー、使うことができますで例えば、えー、前にやりましたけれども、こちらですね、新しいファイルを作った時って言語モードがプレンテキストになっちゃっているので、HTML を書いても HTML は認識されないよとご紹介しました。でそんな時もですね、ここでマウスをクリックして、で、HTML を選ぶっていう方法もあるんですけれども、それよりは、えー、こちら、コマン、コントロールシフト P と押しまして、コマンドパレット起動しますね。で、モードなどと入力すると、これで言語モードの変更があるので、キーボードで選択、 ししてエンターしますとでここで HTML って打ち込めば HTML の言語モードに簡単にこう切り替えることができるんですねえこのように全てのメニューですとか全てのこちらの機能技術でコマンドパレットで、えー、アクセスすることができますのであのそれっぽいキーワードをどんどん入力してみてくださいミニマップとかってすればミニマップのですね変表示と非表示を簡単に切り替えることが ででできたりしますす、はいえー、なのでこのこコマンドパレットですね使っていただくといいかと思うんですけれども、えー、コマンドパレットのですね仲間にもう少しいくつかありましてまずはコントロール P ですねでこれがですね、えー、ナビゲートといいましてまあこれでですねそのタブ感をこう移動したりできるんですねで他にもいろいろなことができましてえー、っと デバッグとかエディターを表示するとか、えー、エクステンションの管理とかですね。こういったいくつかのことができるようになっています。まあ、これコントロール P ですね。コントロール ShiftP とコントロール P というのがあるので、まあ、どちらも使い分けていくといいかなと思います。あとですね、ここ今タブが開いています。もういくつか開きましょうか。いくつか開いているときにですね、コントロールタブを押してあげると、このように今開いているタブの一覧が表示されるので、ここからタブを移動することができます。こうですね。 で、しかもですね、順番ではなくて、さっき開いていたものが一番最初に表示されるので、例えばこう、HTML を編集していて、CSS を編集しましょうということで、えー、コントロールタブで CSS に切り替えます。で、CSS を編集して HTML に戻りたいと思ったら、コントロールタブを押して、離せば前のタブに戻るんですね。で、押して離す。これで CSS。で、別のファイルに行って離して、もう一回押すと CSS に戻る。 で、もう一回押すと、ようこそに戻る。こういう感じですね。さっき開いていた順番にタブが開くので、あの、二つのファイルを行き来しながら編集するときには、このコマンドタブ。これが非常に便利かなと思います。ちなみにコマンドシフトタブっていうのもあります。逆方向ですね。あとですね、こちらですね、ここ、あの、行番号のところをクリックすると、えー、各行に移動できるよとご紹介したんですけれども、これ実はですね、ショートカットがありまして、コマンド G ですね。 はい。そうすると、同じものが表示されるので、これで、えー、行番号を行き来することができます。まあ、なので、あの、エラーとかがですね、表示された時に、えー、エラーの行はこの行ですよ、というのが表示された時なんかは、コマンド G を押して、えー、こちら、行を移動すると便利かなと思いますね。はい。最後、コマンドシフト O ですね。こちらは、シンボルというものの移動になります。あの、まあ、いわゆるこのアウトラインのところですね、見ているのと同じような状況で、 えそれを見ながらですね、あここに移動したいなということでこう移動することができるよということです。さあどうですかね、結構いろいろなショートカットがあってややこしいかもしれないんですけれども、まあ、一個一個ですね、便利そうなやつをえまずは使ってみていただいて、あの大事なのはですねあ、ああいう機能があったなと思い出したときに、まあ、いいや、や後でやろうと思わずに、えー、最初はですね、面倒くさくてもちょっと調べてみてあの、あえてそのショートカットをわざと使ってみたりですとか、あのー コマンドパレットでですね、わざとやってみるみたいなことをしていくと、だんだん手に馴染んでいってですね、あの、意識しないでも使えるようになっていくので、あの、基本機能だけを頑張って使ってしまうと、あの、いつまで経っても上達しないので、ぜひですね、今日覚えたものをですね、無理やり活用しながら、えー、開発や、えー、 学習をですね、始めてみていただくといいかなと思います。はい。ということで、UI については以上ですね。次回は、えー、次回はですね、エディターの基本的な機能について紹介していきたいと思います。えー、見ていただける方はですね、ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。あと、スラックのですね、コミュニティもやっていますので、こちらもぜひご参加ください。ということで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。